ルレクチエは西洋なしの一品種。高い糖度と滑らかな果肉、芳醇な香りが特徴。美しい外観と食味の良さ、希少性などから、聖母や年末のギフト商材として市場では高値で取引されている。原産はフランスで日本国内では新潟県が主な産地。ルレクチエカ費に反転多く。 独特の甘い香りと酸味の少ない濃厚な甘みが特徴。1個あたりの果汁は300から4 0 0ムほどである。収穫は他の品種同様実の固いうちに行われ、収穫後に追熟させることで、初めて生殖に適すものとなる。追熟の期間は常温で40日から45日程度必要で、他の品種より長期間を要する。果皮が緑色から、 鮮やかな黄色に変化し、一段と方向が強くなり、実の首の部分にシワがより、弾力を感じられる、柔らかさになった時が食べ頃である。冷蔵庫などで冷却することにより、追熟を中断することができるが、一旦食べ頃を迎えると一気に熟成が進むので、注意が必要である。もともと黒縁病、シリクされ、和紋病等が発生しやすいなど病気に弱い上、 身が風で落下しやすい。長期追熟のための広い保管場所が必要なことなどから生産は難しい。洋梨の貴婦人、幻の洋梨とも呼ばれる。現在は原産地のフランスでもほとんど生産されておらず、2018年12月にはパリの一つ星レストランで新潟から輸出されたルレクチェが料理業界関係者に振る舞われた。ルレクチェ1902年。 新潟県中間原郡馬ら曽根村の省や小池宗吉がロシアのウラジオストクへ旅行した際に西洋なしに出会い栽培を決意翌1903年に原産地フランスからの苗木を取り寄せて試行錯誤しながら栽培方法を確立近隣農家にも広めたのが発祥とされる新潟市に栽培開始当時の古木が残りルレクチエ発祥の地の石踏みが建てられている 西大ナ市の品種別栽培面積割合は、ラ・フランス64%、ルレクチェ9%、バートレット6%と、ルレクチェは、ラ・フランスに次ぐ2番目の栽培面積を誇り、その約8割が、新潟県で栽培されている。その大半は、新潟県下越地方の信濃川下流域で収穫され、特に、新潟市南区白根地区の南部と月形地区、カモ市、 山上市北部にかけての地域は前述の通り栽培発祥の地ということもあり特産品となっている。近年では生産技術の向上により収穫量は年々増加している。収穫は毎年10月中旬頃に行われ11月下旬から12月にかけて出荷される。故障の表記については主産地である新潟県において ルレクチェという名称で統一することが決められているが、ルレクチェなどと小さい絵や中黒区切りの表記もしばしば見られる。ありがとうございます。